はい、この部分なんですが、見てもらえば分かるようにかなり食い込んできてます、ね、もう何て言うんでしょうか、幹が盛り上がってて、このアルミ線より上に行ってるぐらいかな。まあまあもうここまで来るとあれなんやけど、まあ、とりあえずこれを今日は外していきたいと思います、まずですね、この辺からでいいんだけど、こんだけや、食い込んじゃうと、こう普通にね一個一個剥がしていって、くるくる巻きながら剥がしていくと、どうしても木の幹がねじれたりとかした時に、この辺の皮が、この辺のね皮がペランと剥がれたりとか、そういうことが非常に起こりやすくなってくるので、こういう時はね、あの一個一個確実に切っていくために、こうワンピッチずつこんな感じで、よいしょ、もうねとにかく切れるところは細かくですね、ちょっと今片手でやってるのでやりにくいんやけど、まあ切れる部分はガンガン切っていくということをするのがいいよね。でこう切っていっても、今こうやって手で外してポロンと取れる分、今取った感じこんな感じかな、もうどんどん取っていったらいいんですけど、この辺もいきましょうか。この辺でもね、まあこんなんはもうバラバラになってるんで、ある程度この辺も取ればですね、まあ手でポロンとやれば取れちゃうというものは取っていって、でまあ問題のこの部分なんですけど、もうちょっとこの辺のを取ってからにしましょうか。ちょっと待ってね。ちょっとこの辺りのきれいに取ってみたんですけど、皆さんね多分こういうプライヤー持ってはる方はこういうの使う、まあこういう時代の形のでいいと思うんですけど、これ結構使いやすいんでね、カネシンですが、あこれ僕の名前ね、こっちか、カネシンのプライヤーですが、これをこういう風に引っ掛けていってあれするんですよ、一個一個、うん、今ねスマホを片手で持ちながらやってるので、ちょっと難しいっちゃ難しいんですけど、こんな感じで一個一個で、これもこう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 やって取っていきます。で、ある程度取ったら、今度はこれでねこう切っていく、こう切っていく。でこの時にあんま食の方で切っちゃうと、今度またプライヤーで引っ張るときにあの掴めないので、ある程度残しといてね。でこれをこうで、またプライヤーを使ってですね、こうちょっとずつです、ちょっとずつ外していく。でこれで外せなくなってしまうと、どうしても食い込んじゃうと、これやりながらでももう皮がめくれ始めるんですけど、そうなってきた時には逆にね、今度反対側から攻めるんですよ、こういうとことか、ちょっとどっかいいとこないかな、ちょっと待ってね、よいしょ。で今反対の、今この辺を今やってたんですけど、その今反対側のここを今切ったんですね。んで反対側からこう切れるところを探していて、こうめくっていけば、あもう取れちゃったんですけど、まあ、自然と取れていくから、片方からやってダメな時には反対側からやってみるとか、でなるべくこのピッチを切れるのであれば、細かく細かく最初に切っておくといいです。この辺りも切る。でこう切る、あのとにかくね、この針金切りあるでしょう、これが入る場所見つけたら切っていく。で切り切れなくてもちょっと傷つけておけば、あとねこっち側から来た時にこれをこう揺らした時なんかでも、切り傷があったらね、揺らす間にこっちに食べるでしょう。でこれぐらいで細かく細かく取っていったらいいから、でまたこっち側を
何度も言いますが、これスマホ持ちながらって結構テクいりますね。でこんな感じでゆっくりと外していく。そしたらここが外れるので、今度こういうところで切っていく。これを長い間伸ばしながら切っていくと、外していくときにだんだんかかる力が大きくなっていって、で結局どっかパキンっていっちゃうとかってなりやすいから、できるだけね細かく切っていこうがいいです。まあ残しておいてね、伸ばしてもペン使うなんて言ってる人も思うけど、まあそれはそれで確かに節約になっていいんだけど、それよりも木の枝が折れるとか食い込んで皮がめくれるとか、そういうことの方がやっぱり気になるからね。もう盆栽ファーストでいったらいいかなというふうに思います。長いですね、だいぶ取れてきましたね。でこれが取れないんですけど、これこっち側から来てるのかな。この太いの切っちゃいましょうか。これね、ペン取ってみようか。もうひたすらこれの繰り返しです。で完全に食い込んじゃってると、これを例えばこう剥がした時にここが当たってね、ブチンって取れる時とかあるんですよ。だからそういう時のためにこの反対側を切ってしとけばね、だから例えばこう取れない、こうは取れないようなもんでもこう動かすことが、ちょっと待ってね、これがまあ食い込んでて、もしこう取ろうとすると剥がれちゃうっていう場合はこう外す、細かく切っとけばこう外してスコンとこう抜いたら傷つけずに抜けるんで、まあ手間かかるからゆっくりとされるのがいいとは思いますけれども、そういう風にして抜いていけば割とね、どんだけ深い傷でも取ることができますよ。気をつけてゆっくり慎重に取っていくっていうのがコツですね。こんなのね、はい、ここね、これを外しますね。これね、見える？これね、これ外します。まずこっち側を切る。これでピッチが小さくなったでしょ。で本当はこの辺とかから切ったらいいんですけどね、こう浮いてくるでしょ。浮いたら今度この裏が浮くから、ここが切りやすくなるね。ここが今浮いてきたからね、はい、こう取る。そしたらほら、ここがもう取れちゃいましたね。勝手に取れちゃうんですよ。ほんだらこんだけ深く切っていってもまともに取るとめくれるかもしれないものが、割と無傷で取れたらいいですね。まあまあここまで食い込む前に本当は解き取りたいところなんですけど、こんな風にしていけば取りやすいんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございます。